します。チューズ。안녕하세요。오늘요저희가아빠랑아빠랑셋이서같이조금서요행가려고합니다。도쿄에서근교에있는사이타마쪽에좀가보려고하는데요。一言お願いします。안녕하세요。저는行きたかったんですけど、残念ながら予定が予定が入っちゃって、今年で3人で行きます。これから4時間ぐらいですけど、秩父夜祭りを見てみんなで美味しいもの食べて帰ります。美味しいもの食べるの？食べるよ。誰かと思って。ありがとう。じゃあね、昨日パパ思ったから。ありがとうございます。これって画質悪いのかな。そうですね、 HD はもう昔のあれですね。昨日ね、マンションで見させてもらったら画質全然違うんだよ。あ、テレビの画質ですか。 YouTube の画質はあるでしょ。はい、撮ってるのも 4K レベルで撮ってるの、スマホで。そうですね、いつも撮ってるのは 4K で撮ってるんですけど、クラウド上げるじゃない、それって月いくらとかかかんない。もう無制限。あ、かからないです。なんか無制限のやつやから。はい、まだビール飲まないの。飲みます。あ、ありがとうございます。焼きそばの味と、美味しい。一緒に飲めばいいんですよ。うん、이렇게이방향으로여기가왔거든요。저희가제일마지막칸에타고있었는데여기서부터는이렇게가다가유리칸이이렇게맨앞에오는데방향이바뀐대요。좀신기하죠。어신기하다。다시반대로가네。뒤로간다。お手洗いは1号室と5号室、携帯電話はマナーモードです。これはね、京都の祇園、京都ね、はい、あと飛騨の高山だから、これ岐阜県、うん、と、この秩父の埼玉県の秩父のお祭りが日本三大曳山祭り。お300年ぐらいの歴史がある。すごいね。すごいですね、300年の重要民族、重要有形民族文化財、だって今日はして花火が上がるんだ。今日はあるから分かんないけど、今日やるのかな、明日なのかな、明日最終日だもんね。西武秩父です。ちょっと待って、ちょっと待って、到着しました。おお、볼때마다신기하네。우리사진찍어주세요。あ、ちょっと前ですね。いいよ、なんでもいいよ。もうちょっと前、ちょっと前の左。いはい。せーの、OK。大変ね。写真撮っても真剣に撮るんですね。フィルムは本当緊張するよ。フィルム。ああ、確かにそうですね。フィルムは一枚印刷することでいくらぐらいですか。フィルムのプリントは50円ぐらいなんだけど、フィルムの現像が800円ぐらいで。800円ですか。1枚50円ぐらい取られるんだけど、俺の撮ってる神楽坂行った時のこういうやつってでっかいフィルムなのよ。6センチ6センチ。はいはいはい。あれは高い。あれいくらですか。12枚で現像してプリント12枚、はい、で1800円取られた。高い。ああ、ですから1枚ずつ真剣に取らないとダメですよ、ね。24枚取ってプリントして現像したらそれだけで4000円。4000円ぐらいですね、うん。あ、電車の名前なの、これが。みんなで撮ろうよ、写真。あ、はい。せーの。忙しいわね。ねえ。OK。撮ってあげようか。撮って。さあ、父さんと一緒に。こっち。あ、すいません。すごいよ。めっちゃすごい。なんか、これがお祭りの雰囲気。田舎のお祭りが。田舎のお祭り。でもいいね。ねえ、天気もいいしね。トウモロコシの匂いしない？炭の匂いがする。トウモロコシ食べたい。お父さんまたどこ行ったの？今なんか聞いてるガイドさんみたいな。お祭りはそこの通りのこっちか、通りってこっちか。え、なんか美味しそうなのいっぱいあるじゃない？いいね。こういうの大好き。いいね。なんかテンション上がるわ。あって？楽しい。なんかラーメンも売ってるし。すごいね。メインは何が美味しいの？わかんない。食べてみようよ、なんか。お父さん見て。撮影。お父さんも撮影してるよ。すごいね。いらっしゃいませ。
東京で置いてないでしょ、こういうの。あんまりないと思う。日本式系。あー、이게일본식혜라고흰색깔아한국어얘기하고있으면친절하게해주시는거아니냐고 아, 아빠가한국말로해볼까해볼까사장님이거얼마예요이럴까 아좋네근데근데가격이조금비싸다 어좀비싼데축제니까축제때만먹을수있잖아그치그치장인여러분도참이촬영하시는걸좋아하시네뭔가그한국의푸드코트있지그런느낌난다아그렇네푸드트럭에서파는곳들있잖아아그런느낌많이나네신세계백화점북자있잖아그치그치국제영화의전당거기옆에서했던것처럼약간그런느낌이네이야이게건배아니야이게야끼소바지어오맛있겠다라면야끼소바이따가내쇼가이따가오케이사장님내가노이모네코가올까와이오뎅이네어묵봐봐곤약이다곤약말차맥주나하나마셔봐도돼없을것같지맥주는좀아닌것같다그래어다른맥주보자저거뭐야이게뭐지마셔볼래어하나마셔보자땡큐오따뜻하다짠짠고소하네맛있다쯔쯔하이좋네아빠사라지장인선또사라지셨다 에이것도술인술인가그래서오사케ですか오사케매실아매실우매실다네これね日本酒で仕込んである매실えー酒はいこちらが本醸造武甲マサルこちらはねお祭りのラベルの純米酒の武甲マサルあー綺麗綺麗おしっぽあ、梅酒梅酒飲みようか梅酒じゃない、梅酒あの、日本酒仕込みなんで、あえて梅酒あ日本酒で作った梅酒一個買ってください梅入れてこれ一つお願いします、はい、私は飲めないよこのままでよろしいですかはい、このまま大丈夫ですよろしいですかじゃあ30分で安くいいねあの今日本でもいろんなところで日本酒仕込みの梅酒って作ってると思うんですけど、まあ、か確かじゃないんですけどうち多分日本で一番最初かもしれない、昭和の時代からもうこれ作ってるあそうなんですねちょっと待ってはいありがとうございます ありがとうございます見せて見せてじゃじゃーんあー珍しいね梅酒じゃなくて梅酒だってまいすみかまいすおてごわどこてごわどこいるはにもおぼじゃなんかおいしそうでこれがおいしいめっちゃおいしいよかったねねなんかサウンキュータンめっちゃうまい超うまいこれはどんなお酒ですかこれ一緒同じ蔵元ではいこれが普通の純米酒あ純米酒ですね、うん、全部いいね雰囲気がとってうん진짜약간뭐랄까일본의축제느낌이런축제를내가와본적이없으니까그런축제에대한분위기가되게재밌어오빠가가자고해줘서다행이네어오빠도이런데와보고그니까그리고앞에있는저집되게잘하는것같아맛있어아까먹었는데맛있더라맞지 안녕하세요오니기리스튜디오의노겸입니다이번영상에서는저희가장인어른이랑같이사이타마에있는치치부라는곳에갔다왔는데요치치부에있는맛들이가일본3대맛들이가있다고해서
거기에가서이제맛있는것도먹고이제마츠리도좀즐기고왔는데다음영상에서는치치부마츠리를좀보여드리려고하는데그럼다음영상도재밌게봐주시고구독과좋아요알람설정부탁드리겠습니다감사합니다